こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。今日は、スカイプ番号を取るときのですね、料金、これについてお話します。スカイプ番号の取り方はですね、わからなかったらナビするんで、ご質問ください。料金の方はですね、1年契約で、6243円、約月500円ですね。で、実際、スカイプで電話をかけたりする方は、普通のね、スカイプ同士じゃなくて固定電話とかに電話をかけたりする方は、月額プランっていうの入ってる方もいるんですけど、その場合はもっと安くなります。で、注意点としてはですね、これAmazon とか eBay のアカウント取るときだけ、電話番号を使って解約しちゃう方いますけど、たまーにかかってきます。なんかすごい問題が起こったときですね。で、たまーにかかってくるべき電話を、番号解約して受けられなかったら当然アカウント削除になりますんでね。まあこの月500円なりっていうのはまあ必要経費だと思ってそのまま入っててください。ね、アカウントの何か情報をアップデートするとかそういうことで使うこともあり得ます。ね、アカウントサスペンドされてね、復活の連絡を、する電話が、登録した電話番号と違うと。ね、それだけでもうすでにサスペンド解除不可能という感じになりますんでね。何しろ、1年で、6000いくら、ね。そういう値段なんで、これは必要経費だと思って、諦めてください。でそれから、エストニア法人作ってですね、複数アカウントを運営する場合、住所だけを借りるのは、25ユーロ、約3000強のお金で借りられます。やっぱりエストニアね、物価安いんで、だいぶ、住所を借りるだけっていうのでも、安かったです。もっと安いところもありますけど、一番安くてね、あんまチェックしないで人を入れちゃってるところを使うと、ちょっとね、とばっちり解約があり得るんで怖いかなという気がします。この住所についてはですね、ちょっともう一工夫、あった方がいいかもしれないんで、おいおいまた、運営して気づいた点、もっといい、こういうやり方やるといいよというのがね、出てきたらお知らせします。まあ、何しろ、アカウント作るとかね、アカウント増やすとか、面白そうだからやってみる、エストニア法人自分も作ろうとか、いう場合にはお気軽にご質問ください。ね、せっかく作ったりなんだりしても、どっか落とし穴があって使えなかったらね、もったいないんで、事前に相談いただいて、きちんと、抜けがないように、登録して、お使いいただければと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。